ポロシリ岳周辺の地形図。登山は、画像の中心ポロシリ岳は、北海道日高振興局の猿群ビラトリ町と、ニーカップ群ニーカップ町にまたがる、標高2052メートルの山。日高山脈の手法であり、日本百名山に選定されている。日高山脈エリモ国定公園に含まれ、山頂には二等三角点がある。山名は、アイヌ語で、 ポーラサーを意味する。1300万年前の作り山活動で生じた。三体上部には、第四期の表記に形成されたカールが認められ、2007年、ポロシリだけの七つ沼カールとして、日本の地質百選に選定された。泣きクマゲラなどが生息している。ビラトリ町の2、風や地域などでは、遠くから目立つ道しるべ的役割を果たしていたため、 古くからカムイとして祀られていた。標高は従来2052メートルとされていたが、2008年、国土地理院により2053メートルに改定。その後、2014年4月1日の国土地理院、日本の山岳標高一覧 -1003 山の改定で再び2052メートルとなった。登山道は、ビラトリ町側からのルートと、 ニーカップ町側からのルートに加え、日高町からのルートがあるほか、目室町から福美学、美パイロ竹経由で登ることもできる。最も一般的に利用されているのは、ビラトリ町側ルートであるが、多数の都市を繰り返す難易度の高いルートであるため、ポロシリ岳が日本百名山の中で最難関の山と言われることがある。ビラトリ町では、 上級者以外の登山者も安全に通行できるルートを新たに開くことを検討していたが2019年に調査を行った結果、都庁を回避するルートの新設は極めて困難であることが判明し計画を断念している。ビラトリ町豊かぬ家か地区にある町営宿泊施設豊ぬか山荘より道庁が運行するシャトルバスを利用しぬかびら ポロシリ林道の第2ゲートまで移動する。同林道はかつては自家用車でも通行できたが、2010年、日高北部森林管理所が通行止めにしていたチロロ林道を無断通行して、ぬかびらだけに入山した登山者が遭難した事故を契機にぬかびらポロシリ林道では、翌2011年よりシャトルバスの運行が開始され、一般車両は乗り入れ不可となった。 したがって、トールートで山頂を目指す場合は、シャトルバスの利用が必須となる。シャトルバスは、事前予約が必要なほか、悪天候などの場合は、運行を取りやめることがある。林道、第2ゲートからスタート後、林道終点の北海道電力取水施設から、北へ日向川沿いに遡上する。雪解け水が多い7月頃は腰まで、水量の減る9月でも、 失火程度の深さがある幅5から10メートルの沢を、塗装するところが十数箇所あるため、沢登りの装備が必要。北日川は水を集めやすい、すり鉢状のポロシリタケキタカールが水源で、かつ上流部は深い渓谷となっていることから、雨になると短時間で増水し、雨が上がった後でも2から3日間通行できなくなる、場合もある。 増水した沢を無理に渡ろうとした登山者が流されて死亡した事故が起きているほか、滑落、転倒して負傷した登山者、また道迷いや行方不明者も発生している。北日川の途中にある山小屋、ポロシリ山荘から尾根に取り付き、稜線上でニーカップガがルートと合流して、すぐ山頂に至る。林道。 第2ゲートから山頂までの一般的な所要時間は8時間50分である。ポロシリ山荘から分岐して中途た別岳、った別岳を経由するコースもある。このルートは日帰りでの往復は困難なため、途中でポロシリ山荘に宿泊することが一般的である。山荘はビラトリ城の所有で木造を2階建て、収容人数約45人。 管理は、ビラトリ町山岳会に委託されており、下記のみ管理人が常駐する。有料で寝具の貸し出しを行っているが、食事の提供はない。受け入れ可能な宿泊者数に限度がある、ため完全予約制となっている。非常時以外の屋根は不可。また、三層トイレの修行は、同産学会や町職員の有志が、 毎年処理しているが、人手の確保が課題となっており、道産学会では登山者に任意で一定量を担ぎ下ろしてもらう取り組みを2019年により開始し、協力を呼びかけている。ニーカップ町のニーカップ林道奥にある山小屋、イドンナップ山荘からスタートし、奥ニーカップ発電所手前で分岐する林道を、ニーカップ川沿いに通信、奥ニーカップダムを経由して、山小屋、 ニーカップポロシリ山荘まで歩く。山荘から登山道に入り、ニーカップ川支流のポロシリサー沿いに北上した後、尾根に取り付いて山頂に至る。イドンナップ山荘から山頂までの一般的な所要時間は9から10時間である。ビラトリ町川と違いと小箇所が少なく、天候に左右されにくいルートであるが、登山道に入る前に、イドンナップ山荘から、 ニーカップポロシリ山荘までの林道を長時間歩くことになる。この区間は北電の奥ニーカップダム管理用道路であり、北電が許可した車両以外は通行できない。登山者の通行も北電の行為により認められているものであり、自転車やバイクの利用は禁止されている。本ルートは2017年7月8日にプロアドベンチャーレーサー田中春樹により、 ポロシリタケニーカップ引きコースと命名されたが、田中が2014年に日本百名山を人力で連続投下した際にこのルートを通行していることから、他の登山者にも自転車などを使わず自分の足で歩くことを呼びかけることが命名の趣旨にある。ニーカップポロシリ山荘とイドンナップ山荘は、地元のニーカップポロシリ山岳会が管理している。共に避難小屋であり、管理人は常駐していない。 食事や寝具などの提供もない。ニーカップポロシリ3層を5名以上の団体が利用する場合は、同産学会へ事前申請し、日程を調整の上で利用許可を受ける手順となっている。また個人や4名以下の団体についても、利用人数把握などのため同産学会は事前連絡を求めている。非常時以外のや江は不可。 日高町の国道274号から分岐する、チロロ林道の終点にある、北電取水施設からスタートし、二股沢沿いに歩いてから二の沢に入り、尾根に取り付いて、ぬかびらだけから両線に出る。北、取った別岳、取った別岳を経由し、左手に七つ沼カールを見ながら、山頂に至る。チロロ林道終点から山頂までのコースタイムは、約10時間である。 このルートの途中に山小屋はないため、途中で野営するのが一般的であるが、野営に適した場所は少ない。2021年6月には本ルートで山頂を目指していた登山者が遭難死する事故が発生している。ありがとうございます。